It's a beautiful, beautiful, beautiful day この素晴らしき世界に君が生まれてきたこと君の嬉しい顔大阪府出身、京都外大西高校卒業沖縄ペットワールド専門学校動物管理看護学科ペットビジネストリマーコースの神田美奈子です。高校生の時から沖縄に一人で来たり友達と来たりしてて沖縄の人の優しさとかだったりそういう魅力に魅了されて一人でぜひこっちに来て好きなことをしてみたいと思ってこっちに来ました。両親には2年間ぐらいずっと反対されててでも自分がどんだけ沖縄に行きたいか沖縄で勉強したいかを一生懸命伝えてしぶしぶですけど許してくれました先生たちもめっちゃ沖縄タイムでみんなゆっくりなんですけど信念とか熱意とかあって生徒もみんなやる気があるので私もやる気を出して勉強できますたまにちょっと私大阪出身でせっかちなんでイライラするんですけどまあこれも沖縄だからいいやと思って最近はまだちょっとイライラするのはマシになったと思います。沖縄はめっちゃ夏が長くて日陰に入ると涼しくて大阪は日陰に入ってもなんか空気が悪いからめっちゃ暑いんで沖縄の方がやっぱり住みやすいなと思いました。夏は暑かってクーラーつけっぱなしだったんですけど意外と電気代が安くてびっくりしました。飲み物の下にコースター代わりにティッシュを引いたりとかおしぼり引いたりとかそれが一番びっくりして、あと歩くのが遅いので、みんなとお昼ご飯とか買いに行ったりする時も、一人で突っ走って歩いてて、気づいたらみんないないとかありました。アファーです。エレベーターにみんなで乗ってて、ぎゅうぎゅうで誰も一言も喋らなかったんですけど、一人が、あ、アファーだねって小声で言ってて、で後からアファーって何って言ったら、なんか気まずい時に使うみたいな。で、初めて勉強しました。沖縄そばとそうめんチャンプルーです。もともとあんまり好きじゃなくてでもなんかこっちに住み始めて食べることになんかあ ここは美味しいなとかあっちよりこっちが美味しいなとかそういうのが出てきて好きな食べ物になりました。今後チャレンジしてみたい食べ物ありますか？はヤギ汁飲んでみたいです。ちょうちんとかよく出てて赤いちょうちんに黒い文字で牛汁ってないわヤギ汁かで出ててまあぜひ一回食べてみたいなと思いましたもずくです。なんか、紅芋タルトとか、チンスコーとかは、もうなんか、飽きたらしいんで、もずくの方が美味しいみたいなんで、大阪にあるもずくは、なんかちょっと甘いんですよ。こっちのもずくは、シークワッサーとか入ってて、ちょっと酸っぱいんで、こっちの方が美味しかったりします。ねえ、それ家族で誰が一番好きですか？お父さんです。お父さん、お母さん、大学を辞めて、一人で沖縄に来るって言って、わがままな。娘だけど許してくれてありがとう。沖縄に来る前にお父さんと2人で買い物行ってこんだけ買ったら頑張れるやろって言ってやっとそこで肩の荷が下りたような感じで沖縄で頑張ろうって応援してくれてるのかなと思って嬉しくなってお家で一人帰ってきてから泣いちゃいましたその話を思い出したらめっちゃ泣けるしほんまにお父さんありがとうと思ってます。いや、お母さんはいつも何かあったらアドバイスとかくれたり LINE とかめっちゃしてくれたり心強い存在です。でも毎日つむつむ送ってくるのはやめてくださいお父さんお母さんほんまにありがとう。一個最近また沖縄に来るとか言ってるけどいつ来る？今から待ってんねんけどなんか今
っちで暇してる時に、まあ、みっこおったらスタバとか2人で行けるなとか、まあ、夜映画見に行こうとかあるけど、なんかこっち1人やからあんまりそういうのもないんでちょっと寂しいです。でもなんか靴下とか勝手にめっこ使うから片っぽだけとかそういうことがないんで、それは良かったなと思います。トリマーになることです。みんなから愛されたり頼られたりするトリマーさんになりたいと思ってます。お店も1店舗だけじゃなくて何店舗か持ってかっこいい女社長になりたいです。その時には両親とか友達とか支えてくれた人に恩返しできたらなと思ってます。地元を離れるのはめっちゃ勇気いることやけど、沖縄の人はみんなめっちゃ優しいし、すぐ話しかけてくれたりするから、こっち来て逆にあ寂しくないんやと思ってよかったなって実感してます。沖縄はめっちゃ夏が長くて海にも何回でも行けるし、めっちゃいいとこやで。来たらいいやん。こんな社長なるぞ。かっこいいのつなってまた。